それじゃあ、皆さん、参考ですよ、始めよう。黒板がちょうど3つあるので、最初は3つっていうふうにしておきます。ここが、マーケルですね。で、ここを朝日ビール。で、ここを、ジェラルに。で、まあ、節分の1番と2番はもう負けことで議論ができると思います。そのこの人なりにどんなことをやってたかなというと、まあ、ちょっと皆さん聞いて客観的にした時に、その個別に対応していた会社の特性を考慮しながらねっていう部分と、それからじゃあそれをもらったらすごく何か共通項があって皆さんにとって、あこれは使えるとかっていうふうになっていく一般的なものがあるんだったら、それも一応出していけばいいと思います。もうこうケースを扱うクラスはこれで最後になるので、もう思いの丈をいくらでも使っていいですから、スタートをしようかな。最初に手が上がったりとかはい、例えば、まず全体を通して言うと、社員の役割を発揮させて自信をつけ捨てた、まあ、エゴパワー、声かけばいいね、はい、社員に自信をつけ捨てた、はい、エンパワーメントをつけた、こういうのはエンパワーメントですね。はい、まずは会社の目的とか理念っていうものを明確にして、会社の存在意義っていうのを皆さんに知っていただければ。ちょっと話して書きますか。第一主義ですね。やはりお客さん向いて、まあ、サービスを戻る。お客はじゃあ、これで。なんか、今書いてることは、あちらでも言えそうなことだなと思いながら書いています。これもちょっと反射に。共通するのかもしれませんけども、はい、垂直なく水平の方向のやり意識を持たせるっていうのがどれにも共通してるなと。真ん中に書きますね。こういうふうに書いて、水平に何を持たせる？水平に関係を持たせる。組織同士の組織の関係だね。中で。社員に自信をつけさせるという点の具体的な方法としては人材の登用をしています。松田は社長をプロパーとして据えていますし、はい、朝日ビールは役員とか営業本部長にプロパーの人を敷いていると。で JR 西日本はおそらく、まあ、全社員参加型といって通るかな。全社員が参加型3社これも共通だと思うんですけど、企業再建にとって必要のない社内対立、社内対立、縦割り構造の解消。必要のない社内対立の解消ですか。はい。解消。はい。もう一つ書かれてますか。はい。うん。
はい、私コミュニケーションを、非常に重視されておられると、まあ、三者共通なんですけど、ここに書いてあるんですか。で、特に興味深いのはその社外に向けて の、 その情報発信、イメージ戦略といいますか、社内で社外、はい、そのまあ、組織改革は社内で起こるんですけれど、はい、僕が興味深いなと思ったのはその社外に向けて自分たちはどういう人たちであるのかっていうのを発信していると。まあ、今の時代で言ったらそのコーポレートコミュニケーションのことじゃないですか。かっこよく言うとね、はい、はい、私は、特に JR とか朝日だと思うんですけども、はい、自己否定を一回させたっていうところが大きいんです。例えば朝日ですとラベルを変えるっていうのはもう名前をタグを変えるっていうのに等しくて、で JR 西日本で組織をもう壊すっていうのは自分たちがそこにいなくている必要がないんだっていう、じゃあどうすればいいんだっていう考えさせる機会を持たせたのが大事なんです。これ次は何でか、こうか、ラベルを変えるじゃなくて、存在場所の再構築とか、そんな存在場所、はい、あの松田の方で出てくる存在価値とか意義に近い感じ。分かりました、はい、これは雑なんだね、はい、じゃあこっちは存在価値なんだね、こういうことを、はいはい、はい、3社で少しずつ手法を変えているのをそれぞれお伝えしたんですけども、はい、どんどん現場に対しての入り込みが深くなっているなと思いました。まずあの松田のうちの方が、あ、そうです、どんどん深くなってくる右に行くイメージです、はい、松田の時はあの、まあ、人事、役員人事で、朝日の時は、まあ、技術や営業というところで、 JR 西日本に至ってはもうあのトップの人が現場で駅に行ってゴミ箱を蹴り上げるってすごい仕事だと思うんですよ。なのでそれはあの村井氏自身がやっぱり現場に入り込むというこう経験して、どんどんその一番下まで入り込んでいくっていう風に成長されたのかなと思いました。ちょっとこういう風に考え、はい、これであなたに言ってることを書いてると思います。あってね、こういうところに結びついてくるので、ちょっとくっつけて書いてみます。村井氏はどこにも共通した話なんですけど、先生からのご指示いただいた資料に基づいた事実軸と人間軸の両方に働きかけているというところが大切なのかなと思っていますと、はい、技術軸への働きかけでいうと2つ私は持っていて、まあ、やはり組織の構造面が変革しているということと、あとはその組織の中におけるコミュニケーションルートをきちんとあの作り上げているというところかなと思っていて、組織構造についてはこうやっぱりこう垂直なものをできるだけフラットにしていくということをまずしているのかなと思っていて、コミュニケーションのところで言うと、さっきもお話があったんですけど、これから縦方向の情報の流れで、この方向の情報の流れをあのより情報の流通量と流通の質を高めるということをしているのかなと思っています。でそのためにさきっとしたコミュニケーションルートを作っているなと思っていて、それが常務会だとか部長会だとかワークショップだとか合宿をしたりだとか、そういうふうなことをしているな、はい、これも上下っていうのと横で正解を両方、はい、あとはその人間軸については、ここはその出ていた経営理念だとかっていうところに当たりかけているし、経営理念だとか、まあ、行動指針、行動規範と言われているので、いわゆる価値体系、価値観の体系を当たりかけているっていうところで、この2つを両方どちらかしかやらないということではなくて、両方やってる。でただ、CT はどちらかというと人間軸の方に重きを置いてやってるっていうところがあの大きいのかなと思います。うまく書けないけど、じゃあこっちの方が大きいですみたいな感じですね。はい、杉さんのやつに追加するんですけど、その2つ結構タイミング、どっちが先か一緒にやるのかみたいな、結構対されるのかなと思いまして、松田の場合はその上の組織改革の方がちょっと先に来ているのかなと。順番として書いてみますね。組織これ何か僕は技術力って書きたいんだけど、ちょっとそれを僕に回して、組織行動ね、こんな字でいいですか、はい、という順番から、はい、
理念面というか、はい、理念面へ、移った、はい、これでいいな。 JR は逆なのかなと思います。 JR は逆、 JR は皆さんが入ったそれが、これと共感であって理念とかちょっと関係するところかもしれないんですけど、アサヒビールとかでは特にその夢とかをこう昇華させたっていうのがありまして、まあ、エンパワーメントとかその意識改革とかそういったところをまあ声を出すことによってまあ定着とか定着かなっていうふうに思います。昭和ですね、故障の昭和じゃない、ちょっとごめんね、かけてない。まあ言ったら、毎朝いるじゃないですか、みんながそういうこと言ってるけど、はい、こんなカードみたいなのを持ってて、わがさまみたいな、よく構造システムとかっていうところがどこかあったりも、それを言ってるんだと思うんだ。じゃあ、もうちょっと喋りたい人いたら手を挙げて。次ね、この例えばこの赤で書いてあることが、どうして増えてたのかな。まあ、増えてないっていう人いるかもしれないけど、まあいいや、先にどうぞ言うか。はい、さあ、この赤についてなんですけど。はい、多分どの企業もすごく歴史のある企業なんですけど、特に JR 西日本とかは産業主義的なところがあったので、その上からその上司から言ってもこれはなかなか伝わらないなと思って、やっぱり現場の人間に直接やっぱり自分が伝える必要があるんじゃないかなっていうのを感じられたのではないかなと。環境が高い組織だったらこういうことを話するでしょう。うん、そういう意味ですね。はい、そうです。赤いところの差でいくと、その商品とかサービスの特性が。名前はないよ。あ、失礼。デグさん。デグさん。はい、お願いします。はい、お願いします。売ってるものやサービスの特性が結構違うのかなと思っていて、マツダだと車なんで、燃費とか性能って割と軽量化できるのかなと思うんですけど、アサヒビールだと、美味しさとか、会食に営業したときだと、外人と関係を渡すようになってきて、西日本だともう完全にサービスなので、人の性質で結構、客の印象に決まってくるので、そのウエットなアドバイとか、定性的なアドバイスが高まるほど、現場に対する介入が大きいのかなと思います。これは、まあ、飲み物、お酒ですね。なのでなんか味覚とかなんか、そうですね、大変ですか。 これはサービスですね。ちょっと感情度が高い会社なんだけど、サービス業、これ不思議な関係だと思いませんか。ね、すごいガチガチの官僚組織がお客さんのサービスをするわーって話題の展開だなでしょ。うん、はい、はい、今の業種の違いっていう部分からちょっと違った視点で言うと、その現場に入る場合って今赤で書いてるんですけど、はい、そのまあボトムアップの場合といいますか、どれだけ自然発生的に社員の方でいろんなことを始めてるかっていう部分ですね。そこがおそらくそのサービス、右に行くほどサービス業の度合いが高いと思うんですけども、前線で接している社員の重要性っていうのが右に行くほど強いと思うんで、まあ、それが理由であるためにボトムアップっていうところをぜひ
その変革を進める上ではやっていただく必要があったというふうに考えています。なんとなくね、道半ばで終わったんだろうなと、ちょっとごめんね、先に言っちゃうと、福知山のことを考えると、だけど、ここに、ちょっと、言葉としてね、狙ったっていうのを入れて、完了したかったんじゃないのかな、歴史の事実としてね、ケースの時間スコープよりは、はみ出していることになりますけれども、あとなんていうのか。それぞれの会社で関わっている顧客のサイズというか市場規模ってだいぶ変わってくるのかなと。例えば単価は高いですけど関わるのは少ない。でも朝日ビールになってずっと多くなってきて、であればもう一度使うというのはこういうのが多いというしかもついているのかと。これは高単価、はい、なのでじゃあこれは低単価か中程度ですね。2分の1ぐらい、いわゆる西日本の乗車券のやつ。あ、そうですか。わかりました。通貨価格で、産業で、これが定価格ですね。それで、この違いを、どうしようとしたと思う。結局、どうしようとっていうよりも、なんかだからこそ村井さんがそのどれくらい入り込んだのかって影響してるのかなと思っていて、その利用者の数が多いっていうことで、自分自身との親和性がすごく強くなっていたんじゃないかなと思って。これは利用の関数ですか。はい、利用数が多い、はい、ね、そうなりました。すごい関数だと思います。ローマ、アメリカ新幹線に何かが乗るけれど怖くないですか。現場に入り込む度合いというところなんですけども、問題がどこにあるかということに影響するのかなと思ってまして、全部社員が優秀だという話だったんですけど、マツダはトップダウン式ということでトップが良くなかったので、入り込み具合としてはトップメインで良かったということで、度合いとしては勝負。もともとトップは弱かった問題点はそうです。弱いところで、ちょっと長くなるけど、自分が入った、こうだね。で、アサヒビールの場合はセクショナリズムっていうところで、セクション、部門間問題があったというところで、部門間に注目して入り込むことが、キーだと。部門間は、確か技術と営業だけど、はい、JR 実社の方はもう全社員的なマインドが良くなかったというのがあったので、現場に入っていたのかなと。マインドが悪いのは分かるの、官僚度合いだけで知ってるのかどうかまだちょっと読められなかったですけれども、その官僚とサービス業っていう、その殿様業、殿様業みたいな、そういったところのマインドがあったのかなと。分かりました。官僚サービスするとどうなるか。今でも皆さん、こんな商売という言葉使いますか。使います。あ、使いました。もう適事故だと思ってた。この時代のキリンビールについては殿様商売と言われてます。なんでかというとね、例えば飲食店さんがビールを飲みしてくださいって言って、問屋さんに注文の電話を入れた時にね、ビール何箱って言うんですよ。そうすると気に入るわけですよ。おかしいですよ。あ、いいわ、あれはもう。それでちょっと待ってみたんですけど、会社として守られる度合いがどんどん高まっていくなと思ってたんですよ。でも松田だったら当初は潰れますっていう状況で、JR 西日本は国営でしたっていう話なので、もう危機感が一番高かったのが松田、一番低かったのが西日本っていう状況で村井賞入ったのかなって思ってました。これは民営度っていうんですかね、ちょっとおかしいなところがあるな。民営度が非常に高いんです。これね、それでこっちは国営だった。
これが何て言ったの？河川。え？河川。そうですね。河川。難しい感じで。ほぼ独占。ほぼ独占。ほぼ独占。私だったらね、税務署に行かせてもらってる。あの税務署はアサヒビールを殺したくない。だって、徴税装置じゃない。ね、徴税装置。思いません。だってあのな、今でこそ何パーセントで変わったかもしれないけど、タバコもそうなんだけど、むちゃくちゃ税金高い。まあ、ガソリンの総合税務署としては徴税をしたい。あのちょっと余談だけどね、ここだけの話じゃないけど慶応義塾って三鷹ってあるの知ってるでしょ。三鷹は卒業生 の, あのネットワーク、まあ、ネットワークって同窓システムなんだけど、三鷹に何種類あるんですよ。年次の三鷹卒業年次の見た感じと、地域の見た感じ、うん、まあ、名古屋地域は名古屋地域の大きな見た感じ、大きな会社だったら会社の見た感じ、うん、同一人物が3つの見た感じに所属してるんですよ。で、創立何十周年とかって言って募金を募ると、見た感じ経由で募金を得るわけです。募金してください。で、個人に頼む3種類、こういうのね、あの集金マシン集金マシンって呼んでて、むちゃくちゃ募金率が高いです、ね、すみません、今日とあえての話で早稲田に比べたら格段に集まる。それは これの仕組みじゃないのかとか、あと小学ちょっと余談も長くなって小学校に持ってるんですよ。まあ幼稚園って名前、小学校の募金が赤字なんですね。で、募金、あのなんか記念年度の募金の時は小学生のおじいちゃまを狙う、何かおばあちゃまを狙う、その方は有名企業の革命ライター、だから、土取っちゃうと言うて、だから、一カットね、ここに一カットか、これなんか本当にしなかったらまずいあの赤字のところですけれども、うん、顧客主義の度合いが少ないところが現場に入る度合いが高かったんじゃないかなと、うん、はい、そうです。これはだから、もともとたまたま商売やってて、マインドが悪かったんで、これを、顧客主義に、顧客主義に入っていきたい。あの顧客主義を少しばらしてみたいんですけども、はい、あの要は社員がどこを向いて仕事をしていたかっていうのがかなり重要かなと思います、はい、松田の場合はもう完全に社長を向いて仕事をしていたと思います、はい、ですから、今稲村社長に権利を合わせて、まあ、本人、岩井さんはそれほどやる必要はなかった、はい、逆に言うと、JR 西日本は、セクション主義で官僚主義ですから、直属の上司なんかを見ている。これに対して村井さんが入ることですから、昔で言うと、国鉄総裁ですかが来ちゃ現場に来てしまうということはかなり大きなインパクトがあるということで、村井さんは入られたんだというふうに思います。こんなになってたんだよね。こうだから、こんなに雲の人が直接降りてくるという。今ね、私、こっちにね、もともとトップが弱いところに村井さんが入ると、社員が、あ、こちらね、こういう風になった、そんな絵なんだろうと思いながら、
今の話に関連しまして、技術と創造と入るんですけど、技術から言うと村井さんのいたポジションがそれぞれ違っていて、はい、松戸の場合は代表兼付の副社長で、はい、そうですね、このポジションの代表権がある副社長ですね、はい、つまり今一番トップがないという、アサヒビールの場合は、社長でしたと、はい、これは社長で、JR の場合は会長になっていらっしゃる、もう会長です。でさらにその会長の下には運輸省出身の社長とプロパンの副社長もいるという、まあ、重層的になっていっているという技術があって、でここから想像も入るんですが、顧客主義を非常に大事にしている立場で、はい、結局顧客に近いのは 現場だとすると、はい、ポジション上はどうしてもその仕事をしていると自分と現場の距離っていうのは非常に離れていってしまうので、逆説的ですけれども、だからこそ、まあ、そこのレイヤーを埋めるために現場に入り込もうとしたんじゃないかなというふうに考えます。なかなかできるもんじゃないんでしょう。常識論で言ってね、常識論で言ってこんな人が現場に来たら通常なんていうかというと煙たいって言うんですよ。煙たがられなかったんだろうね。まず村井さん自体の絵のミッションがそれぞれ違っていて、はい、で松田の場合はどちらかというと住友銀行の方から、まあ、トップをいかにこう、まあ、変えてもらうかというところのミッション具合です、はい、でアサヒビールの方は、まあ、そこよりも経営の、まあ、経済的に立て直してほしいというところ、もともと住友銀の、やってほしいというのミッションが、まあ、首の付け替えなので、はい、社長交代、はい、交代の際は、アサヒビールの場合は、まあ、連続的に住友銀行が代々こう社長を送っているんだけれども、なかなか改善、状態が改善されなかった。そこはどちらかというと、もっとトップの方の、橋本首相、運輸、首相じゃなくて、大臣、後に総理大臣、そこからのミッションで、まあ、分社化に対する対応というようなことで。それぞれのミッションも違っていた中で課題を見つけていったというところの違いが、大臣からの、まあ、指示だね、はい、すごいね、この人。いや、今でもありますよ、もちろん大臣が指示を受けて大会の対象になっていくっていう郵政もそうだったと思うんだ。でもそれを引き受けて仕事しちゃえるっていうこと自体は、そんなにすごい人って人口密度高くないんだよ。もちろんね、だから誰でもこうなろうねっていう授業を今してないから、ね。はい、じゃあ、鈴木さん。はい。三社の、入り込み方の違いっていうのは経営課題の違いなのかなと思っていて、はい、松田の場合は、まあ、1年で業績というか黒字になったということで、松田の、場合は、まあ、リストラとかそういった部分で課題が結構明確になっていたのかなと思います。で、かえってアサヒビールについては、業界内でのシェアを回復していくっていうのが一つの課題になっていて、でそれはマツダの場合と比べると、まあ、商品作りにも入り込んでいくので、比較するとちょっと課題が困難なのかなというふうに思います。で最後の JR 西日本については、もう
官から民へ、組織を変えていくっていう非常にこう難しい課題なので、その課題の難易度の高さによって、現場への配慮はあるというのが、まあ、必要に応じて変わっていったのかなと。ここをちょっと書かないでスキップしたらもう一回言ってくれる？アサヒビールの場合はあの、業界内のシェアを拡大していくというのが経営課題になっている。そうですね、あのご自分の立ち位置がそれぞれ違うというのと、それから、その会社の持っている経営課題をこれからどうするかというのと、社会的にその会社がどうであるかというのを、まあ、考えてやってきているよね、そういうことだと思います。はい、赤いところの重みの違いというのは価値観を変える度合いの違いかと思いました。まず松田については、まあ、経営課題のトップを変えるというところがあったので、そのトップのワンマン体制経営を変えるというところの価値観を変えるというところ、まあ、トップにフォーカスされている。これともうここすごい立派ですけど、このつながりに対して、トップは電話してる、来てるばかりですけど、村井さんがなんとかしましょう、このボトルなんですかね。アサヒビールの経営課題は、あの顧客志向に基づく味の、うん、味を変えるというところだったと思います。なので、あの野間さんがおっしゃる通り、その技術と営業のボトルサイズ、ミドルを中心にした価値観の変化。顧客志向をどこからやってたかというと、これは中心になったのは、ちょっと書いてるかな、これがあの、これがだから、ミドルを中心に動かす。だからミドルから予定外しましょう。はい、で最後は、これあの、まあ、先ほどの話を、ね、ありましたけど、民営から、国営から民営に変わる、あの営業の形態がガラッと変わりますので、全体の、社員全体の価値観も変わらなくていいですか。社員全員の、
好都合になったんだろうね、わかんないけど、あのそこら辺の視点を見ると、その皆さんだってこれからその年を5年で5年で5年でって言った時に、こう大きくなってくるものとか広がってくるものとか、こう見えてくるものとかって、まあ、あると思うんだよね。まあ、その視点を見たら今ね、まあ、説明の中に入れてはいなかったんだけど、村井さんってちょっと良い言い方かどうかわからないけど、どう成長してったと思う？それをちょっとみんなに通ってみたいな。直接言葉を
てる感じ。だから最初にやったことがアンケートっていう。最終的に村井さんが組織変革者としてマネージメントとして進化したってことでしかないのかなってやっぱ最終的には思っていて、そうですね、JR 西日本だったら彼の改革が多分組織変革者としての完成形なんだろうなっていうふうに捉えつつあってですね、ここでやったことって結果的に言えばどこでも本当はうまくいったことなんじゃないかなっていうふうにちょっと思っていて、そのボトムアップとかその人に対してアプローチしてたのが、ジャルに一緒のケースかもしれないですけど、本来この別にマスダでそれが起きてもできたのかなと思っていて、村井さんがこのそれぞれのところでそれぞれ経験しながら、最適なものって自分自身のレパートリーも増えていって、その中でいろんな選択肢に取れるようになって、最後できたのがこういうことだと思っています。なんかその、それぞれに対してその置かれてる環境だとか、とかっていう問題、もあるとは思うんですけど、そもそも村井さんがその変革者として進化したっていうところが、まあ、ちょっと待ってね、神様はね、逆の順番でアサインメントを彼に与えたらどうでしょうっていうのは考えないようにしようね。どうしてかっていうとね、彼に白羽の矢を放る人は今の彼のまあ、言ったらパフォーマンス度合いを見て彼に矢を打つんですよ。だから何が仕事として待ってるのかっていうのまで感情に入れて矢を打ちますね。そういう人選っていうか選択、だからこの場面になって大臣に大臣が知ってて村井さんに白羽を投げては絶対に言いません。大臣に どっかで相談事が起きていてこういう風になって村井氏に白羽の矢を打ってくださいって言って電話に行くと思うんですね。お待たせください。覚悟の総量の示し方がすごく増してるなって思います。最初は変な話ですけど組織人事ぐらいしかやっていないのに、最後は一番役職が上がっていて、先ほど上の黒板に残ってますけど、もう雲の上の人なのに一番の末端の現場まで行って劇を飛ばしてるんですよね。でそれって他の時代と比べても村井さんの示し方がすごい変わってるなと思っていて、今までもずっと多分配線の人事行かれてたとは思うんですが、それをどうやってテクニックとしてこう出していったら下が動くのかっていうものを経験を積まれてその形にたどり着いたのかなと思います。覚悟の創業って どんなイメージ？おそらくこの役所の方は本当にもう命を懸けてっていうことだと思うんですよ。でそれは常に腹の中にはあると思うんですけど、それをこう腹の中で留めておくのか人にこう見せるのかっていうやり方はあるなと思っていて、特に JR 西日本に関しては守られていたどうでもいいやと思っていた社員に対して一番上の人が命かけて変えてるんだっていうものを背中で語ってるなっていうのを感じました。一番上が命かけている、これがメッセージとして出せる。あ、背中で、はい、分かんないですけど、結構そのさっきのその書かれた村井社員ってその矢印のところが本当に刺さっていて、結構もうこの時と落とし召されてると思うんですよ。でものすごい役職の方に逆にもう現場からすると何者なんだ偉すぎて分からないっていう立ち位置だと思うんですよ。っていう人がいきなり駅にやってきて煙たいって思うよりも何なんだっていう状況の人だと思うんですね。っていう時にその人がものすごい感情で、なんで挨拶しないんだとかいうのを言って、すごい衝撃的なシーンだなと思っていて、ちょっと私なりに言葉ですね、書けない。ちょっとここに書いてますよね。この人なんだっていう反応だと、はい、この人なんだって思われるよというのを手前でこの人知ってていくよ。逆はないと思います。言ってっからね、この人なんだと思われたってなる人はこんな仕事はできない。さっき言ってやめたね。で、広瀬さん、その後後ろに。
あの宣伝の資料に人間軸と技術軸って書かれてあるんですけど、これはすごく説明しやすいなと思ってまして、まあ、2つのことをしないといけないという中で、技術軸っていうのはある程度そのやすべき手が分かっているという中で、まあ、マスダレストトップがワンマンが、まあ、議員だったので常務会に権限を持たせるとかいうことで、まあ、できますと。で朝日ミードに関しては部門間のコンフリクトが原因だったので、そこをケアしてあげればいいので、左から右に移って大事なポイントが人間軸というところ、そこが非常にあの変えていく上で大事なポイントになっていくと思うんですが、人間軸っていうのはどうしたらいいのっていうのは答えがないですよね。でそこに関してはこの左から右に移する中で経験を積んだ上で、その人間力というかそのカリスマ性的なものがあの発揮されていった、ちょっとその岩本さんがおっしゃってたようなことがちょっとつながってくるんですけど、はい、わかりました。そこに返せばよかったんだよね。これは、人間力がなせたどうかうまくなった、こんな言葉で言うかいな。はい、あの村井さんの主張そのものはあの、まあ、組織壊して経営理念で人をまとめていくという、これはもうずっと共通してると思うんですけども、最初の松田の段階ではあのトップのところに問題を見つけて、であのトップマネジメントを変えていこう、でその朝日になった時はこの部署の問題に少し降りてきて、であの部署ですから、ちょっと大きくなるので自分一人で動けないところで、部署に最高のビルを作れという指示をして、こうモチベーションを上げていったんですね。あのここのその、まあ、今例えばね、営業メンバーとどこかさっきに対立しているので、どっちにメンバーこの部署なんですよ、やったんですね、はい、それを今にで最後あの JR の場合は、はい、もう一番顧客に近いところで、はい、あの全員で経営理念を作ろう、もう一番末端まであの関わって直接関われるように、これは現場全員です、現場全員、ここは現場全員、現場全員ということは、あの一番、末端のところに、自分が行くことによって、その上がもう全てあの動いてくれるような、ことができるようになってきたのかなと。上は全て動くから、君たちやってやってて、こういうことをやるだろう。あの JR 西日本になればなるほど、時間もいくほど、あの地域の人たちへの巻き込みみたいなところまで、村井さんはあの影響力を及ぼしていくと。地域の地域を経営だって、ね、電車の乗る、あ、電車っていうかね、その地域でのお客さんたちの地域に乗る全部じゃないですか。あの乗らなくたって地域のお客さんかもね。いや、私はなんかあの村井さん自身が特に手法を変えたっていうよりかは、社員が変わっていったかなと思ってまして、はい、例えばもう最初に松田と JR を比較した時に違いって、はい、要は実績とか多分知名度が違うと思うんですけど、はい、そうなってくると、JR の時に、JR の時と松田の時に同じことを言ってもあのまあ実績がある村井氏が、村井さんが言うんであれば、まあ、納得するよねっていう社員の納得感が多分 JR 西日本の時は非常に重いのかなと思っています。
言われた通りが来ました。で、ということは村井さんは 変革がとっても上手なんだ。みんな変えて、はい、どうぞ。あの先ほど関田さんがこの三社で、村井さんのお立場が副社長、社長、こう会長でこう変わっていくという話をされていたんですけども、この三社を通じて村井さんが先頭者にどう成長して変わっていたかというと、普通です、一般論として僕が認識しているのは、こう役職が上がればどん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 こう現場から遠ざかっていっちゃうと思うんですけども、さっき山本さんがおっしゃったように、こう三者を通じてどんどん逆にこう現場に近づいていってるっていうところがですね、あの私がこう認識している一般的で、役職が上がると現場が遠ざかるっていうところと、逆に役職があってこうどんどん現場に近づいていったっていうところが、その村井さんが、まあ、成長されたというか、三者を通じて変わってきたところじゃないかなと。偉いなっていうことですか、皆さん。あの大変なことだと思うよ、うん、大変なことしてるんだと思うんだけど、あの一方で、まあ、言った当然じゃん、その当然をしない社長がどれほどたくさんいるっていうか、ごめんなさい。はい、そうですか、はい、3つのそのケースで、変革に対するその抵抗の要因がそれぞれ3つ違うっていうのと、それに伴って村井さん の考える責任の所在のあり方っていうものの取り方も変わってきてるのが、村井さん その変革者の成長の要因かなと思いました。最初その松田の時は、ね、この社内の、まあ、三着も社内のコンフリクト対立構造があるというふうにおっしゃってたんですけど、マツダにおいてはその銀行系の息がかかっている人と、それ以外のプロパーの人たちのコンフリクトっていうのがあって、まあ、村井さん自身が銀行から来た人なんで、村井さん自身がその対立の要因にもなっているので、まあ、なのであんまりこう前面に出るわけにはいかないっていう状況があったと思うので、まあ、その山崎社長を調整役としてそれに使ったと。逆に言うと、その村井さんはその前面に出る必要がない、責任を全面的に取る必要もないっていう見方もできると思ったんですけど、ただアサヒビールに関しては、はい、アサヒビールに関してはその対立がまあ完全にもう水かけ論になってて前に進まないと、まあ、その中でまあ中条さんと一緒に、まあ、これがもう一回こう殻破って変化していこうと、これダメだった時はもう中条さんもそうだし、もう自分も責任を取るというのを完全にもうほぼ明確にされてらっしゃるんで、責任の所在がまあ自分にあるというのを表明したプロジェクトになるのかなと。でその後で JR なんで、JR は何て言ったらいいですかね、もう完全に自分が、まあ、トップに立てたので、変革もの主導権も全部自分がイニシアチブを取って行っているっていうところで、これで自分が責任を取ります。はい、ちょっと従業員側から見てみたいんですけど、マツダは僕はこう従業員はこう長いベクトルがこうみんな同じ方向にすごく出てるんですけど、トップがそれをまあ抑圧してる状態で、彼の仕事はもうだからベクトルが出てるんで、その抑圧してるのをまあ取るというのが彼の仕事ですから、まあ関わりがまあそんなに大きくなかったと。こういうふうになってるのに、ここでブロックする人がいるんですよ。ここに村井さんと、山崎さん、そうすると彼の仕事はこれを壊すということを、はい、で今度アサヒビールはベクトルは出てるんですけど、まあ、対立というよりこう横向きに出てるベクトルが出てたんで、彼の仕事はそれをまっすぐ上に向けると。そうですか、はい、
ところが JR はベクトルがまあ全然出てないと、なので彼の仕事はベクトルを引っ張り上げなければいけないので、その辺がその関わりとはの違いと、先ほどおっしゃった人間軸への成長っていうんですかね、か最初はもう人間軸っていうのはもうすでに出てる状態なので、それがだんだん人間のアップを変えたいなと、はい、全然向こうですね。だから彼らにその動くっていう感覚がなくて、決まったことを、昔はきっときりっていう仕事があったんですけどね、だから私はそのために仕事してます、どこが悪いのか。だから村上さんだったら発散するよって人じゃないの、ちょっと待って、1人待って、村上さん、村井さんの立場の変化をちょっと考えてみたんですけれども、マツダは、常務で、再建に出されて、成功すれば戻ってくるルートがあったはずなんですよね。で、村井さん的には多分朝日ビールで自分のサラリーマン人生というか、その働く人としての人生終わりだと思ったと思うんですけど、そこにちょっと国営の JR の話が立ち上がってきたので、改めて発言されている背景からいくと、マツダについては自分がいなくなった後、経営を再建したものを維持してもらわなきゃいけないので、自分が引っ張るというよりは内部からの事情作用だとか内部の改革の力を使わざるを得なくて、でアサヒビールは最後まで自分が多分面倒を見ようと思ったと思うんですね、なので自分がリーダーシップを持って引っ張るという意思が強く出てるんじゃないかと思います。そうすると JR は、で JR はそういう意味では晴天の霹靂だったと思うんですけど、はい、そうです、本当にその言葉を聞きました。で自分がやらなければもうやれる人間がいないという、配信の順でおそらく覗いたんじゃないかなと。すいません、僕も書けますね。歴史は歴史の歴史みたいな、歴史は歴史の方だったら歴史も書けないな、すいません、本当にびっくりしたことです。私は村井さんにはお目にかかっていなくて、もうね、ケースを書いた時に、村井さんまだケース書いた当時はお元気な状態だったんですけども、相当分かれてお亡くなりになりましたけど、ケースを書いた時には村井さんの側近だった人とか直属の部長さんみたいな方に何回かお話を聞くことがあって、とてもとても正常に見えるという感じです。それでもう一つイメージのとっているのはものすごくフットワークの軽いっていうか何ていうの、何でもすぐ動くで、歩くのも走るのも速いのでほとんどのものはね、いつも走ってついていく。出たっていうのを幾度も聞きました。非常にお元気で活発で丸っこい、そんなに背高くない。今風に言うとお相撲のあんこ型の線みたいな、細いけどね、がダダダダダダダっていって、だって昔だと運営省かな、運営省の階段を何度ぐらい上がったりしちゃうぐらいイメージだよっていうのは。さて、ここで、日本的にもう一つやりたいです。3万円使おう。これで3万円で。1万円の質問はですね、この方は、さっき誰かが知っているか、大事だ、おばさんなんですよ。それで、今日、もしね、皆さんがゆくゆく、近くで見てるといいんだけど、かなり高いポジションについて、この会社を変える、立場上の、職位上の権限とパワーを持ち得たとしましょう。今日はだから今のみんなの立場でどうやって会社の改革するの、むちゃくちゃ大変だから、ちょそれは今日今置いといて、いずれかなりポジション高くなって、
やらねばいけない。もう自分内心ね、運悪くどうしてこんな時に俺が社長になったんだ思うかもしれないよ。だって改革が必要な時って来ないでもないよ。順調だったら改革なんかしないでしょ。だから順調じゃないんだよ。順調じゃない時に社長になってやらねばいけないわけとなった時に内部者ですね。それはこの方は外部者なんですよ。その外部者であることの強い弱みっていうのと内部者であることの強い弱みがあって、内部者の方はやっぱりもう何とかせないかんっていうのはうっとあります。それを、早すぎるとは思いませんので、皆さんのキャリアにとって今のうちに、いくつか頭の中に描く時間を10分ほど取りたいと思います。2人ともしゃべりたいと思います。自分は、2通りちょっと手法があるかなと思ったんですけども、まず1つ目として、外部からその切るため その大きい、大きいことをやるための人を招聘する。つまりいわゆる自分は、あくまでも君主として、そして現場の指揮官として外部招聘するというしがらみがやはり内部の場合はあるので、そんなことするのっていうような文句を言われる可能性があるので、もう最初から空気読まない人を呼んじゃう。するために外から人を呼ぶ。ただその人もいきなり入ってきて何だって言われてしまうとあれなんで、私の意思だと思ってくださいっていうふうに、私とうまく連携は取っているので、私もやる内容に関しては分かってますよという話をして、あとは、もう外部から言ったんですね。空気読まない人、言わない人で意味深いと思います。で、あともう一つはもう自分がやるんだとして直接やるんだとしたら、私ここにいるっていうことはもう危ないからいるんで、従来で危なかったんだから従来通りのことをやれるわけないですよねっていう、皆さん分かってますよねっていうのを最初に、今やばいですよっていうのをお互い信頼関係あるっていう前提ですんで、もうやばいよっていうのは言ってしまう。こっちじゃなくてこっちに、もう一つの話、言葉はなんか変えるとしてもそれ多分ね、そう、この人に言わないと入ってくれないよ、そんな危険なことをこの人犯すかねっていうのもあるからね。人を入れるっていうのも僕も賛成で、内部の代表になった時の問題2つあるなと思ってます。1つは、問題の本質に気づけないっていうことと、あとは気づけたとしても変える際に、天候がすごい生まれて圧力が生じちゃうっていうことだと思ってます。という時に今回の浜市さんってすごく成功したオプティマジャパンだなと思っていて、はい、そのあたりをどうやってやるかっていうと、上と下それぞれにうまく働きかけるような人を入れて、それをこう機能させるための組織を作るということが有効かなと思いました。結構めちゃいいのですか。人を入れた上で上にも下にも機能するように組織をこう変えていくことが大事かなと思いました。この人を、この人の上と下に、なんていうかこう、上と下に人をつける。合意を作りたいんですよね。合意。はい。上にすると下にするっていう意味だよね。はい。合意。この合意って言ってることなんかもわかんないけど、どういう合意？やばいよっていう合意だよ。やばいよという前提で、この人が言うことに対して上も納得、下も納得っていうことを言ったり、そのオプティマだとこう大興奮みたいになっちゃっていたので、ではなくて、なんていうのか、その人信頼とか納得と言葉にどうしても繋がってしまうんですけど、その人が言うならやらなければならないっていうような状況にしたい。そうですね。言葉があんまり足りないですけど、考えて、この人、このオファーを受けるとすると、何があったら受ける？オファーするんだよ。そうでしょ？必ず来てくれないかって言うわけ。村さんだって来てくれないかって言われて行ったわけじゃない。はい。
私がオファーを受けて入るとしたら、ビジョンとロードマップがしっかりしていること、つまり何が課題でそれを解決すれば会社がどうに進むかということがしっかりしているというところがポイントかなと思います。オファーにビジョンとロードマップ、ロードマップ、変革のロードマップ、はいはい、それは入る人だけではなくて社内の従業員に対してもそのやばいよっていう不安っていうのは社内の従業員が常に感じていることだと思うんですよね、はい、松田のケースだったらもう声がかき消されてた状態だったっていうので、やっぱりそういうのがあると、まあ、外から入る人も社内の従業員も気持ち的に前向きになるんじゃないですか。難しさを共有しようね、理解。内部者の社長が外部から人を入れるときにオファーするときにビジョン変革のロードマップを示さないと来ないよね、この人ね。そんなの持ってるんだったら変革できるじゃんというより難しいのが分かるからね、違うみたいな発表が今権限をもう与えるので、はい、全て任せる。ただ責任に関しては、まあ、自分が取るからもう自由にやってるという点には与える。やっぱりちょっと後で、自由に与える具体的にはどんなイメージだと思うんですか。まあ、自由にっておかしいんですけど、自分は内部者だから外部で見て感じたことをもうどんどんやってほしいと、しがらみなく、正義なく、実行に移してほしいということを伝えます。権限っていうと、通常予算いくらよとか、ポジション的には、ここよと、部下何人よとかっていうのが権限的になるんだけど、むしろ言いたいことは、しがらみなくやってくれと。しがらみなく、もうちょっと俺ここに汗かいてしがらみなくやる、しがらみがあるから困るわけ、何しながらにもかかわらずしがらみがないようにやってくれよ、はいはい。外部から招聘する、自分がされていくんだったら、中にいるキーパーソンをこう紹介してほしいというか、はい、で それをその人を見定めてここに入っていかないかという考えなことだと思いました。やっぱこう社長だけじゃなくて、その中で本当に実動としてこの組織に、多分外から入ったとしてもその中によって表舞台に立つ人には主役にはなれないと思うので、中にその主役がいるかどうかで、いるんだったらその人をちゃんとこう紹介してもらうとかいうことをしてもらわないと多分入っていけないなと。教えてくれるっていうか、まとめに変えてくれ、事前に会いたい、そういうこと。何会いたい、事前に会いたい、入る前に会って、オファーの時に知らせてくれるか、はい、社長からこの人と一緒にこの変革をやってほしいとかっていう人をこう社長の方からこうアサイメント事前にしておいていただいて、でそれでこうその人と会って、これを人となってやっていけるかどうかっていうのを定めたいと思います。外から入ってても一人じゃ絶対この変革ってできないと思いますし、社長だけでもできないし、でも中にいる人が誰かそのファーストペインになんか中心となる人が必要になるかなと思うので、その人がいるかどうかっていう定めが全然できていたいなと。俺ここまで書いてちょっと止めた理由があって、あなたの話を先に聞いて全部書いたんだけど、俺この時に、ね、出てくるかなと思ったのはね、こいつがその今の組織の状態の悪さを作っちゃってる人っていう、一人とは言わないよ、もちろんね、いるでしょう。それも教えてくれっていう意味かなと思いながら、主役は実は悪い、主役、うん、だんだん苦しくなってきた、もちろん、ごめんなさいな。情報はオープン具合、僕の働き方変革とかやってるんですけど、はい、やっぱ先側に僕がこういう役割で入りますよとか、はい、で僕が入った時そこの
の悪いところの情報も全部オープンにしてもらわないと、やっぱり具体的に対するも出せないというお互いの情報をオープンにするとは言えるかな。今ね、ずっと外から人を入れるっていう話で来てるから、もう一つアイデア出せると言いますか。当社も今ちょっと変革を結構やってるところで、まあ、40年前ぐらいまでは70年ぐらいオーナー経営の会社だったんですけど、ちょうど3年前に外部から来た社長に変わりまして、今考えたら確かにすごく保守的な会社だったのになんで今の社長入ったのかなって考えた時に、一応2年間社外取締役っていう立場で一応会社に入ってたんです、はい、で社外取締役だと、まあ言い方あれですよ、責任、一応やめ、嫌になったら逃げれるっていう状況でもありますし、会社としてもそのお互いこう探り合いじゃないんですけど、その理解し合う、確かに庭に入って全部責任任されてやれって言われると、確かにどんな人がいるかも分からないし、会社の風土もよく分からないしっていうので、だからその2年間 の, そのお互いを知る期間っていうのがやっぱ良かったのかなっていう、そのやっぱりちょっと準備期間みたいなのは必要かなって、うんね、外から人を入れるっていうので議論を今してきてる。もう一つ何か別の方法っていうのを言いたいというのがいいですね。はい、さん、ここは2つあるんですけど、1つはその社内で最も利害が対立しそうな人を、難しいんですけど、はい、その人をまず取り込む。要は内部者がやることの一番の問題は裏切り者のレッテルがその人に貼られてしまうことなので、それを避けるための暗示としては、その自分のこの改革に対して最もインパクトを受ける、対立する人、その人をまず何とか取り込むが暗示。最もインパクト、まあ迷惑する人のこと、そうですね、例えばその労働組合の書記長とか取り込めたら、まあ一番ですけれど、そう取り込む、はい、を説得して自分と一緒にやっていただく。もう一つの案は、その改革っていうことそのものをその人と帰属させない、はい、だから外部の人がやる場合はその人をシンボリックにその改革っていうのができるんですけど、内部の場合は自分がっていうのを出さずに、その改革と人と帰属さが外してしまってですね、どうするかさておき、はい、具体的にはどういうことなんですか。例えばよく言うと交渉術の時によく出てくるのが、その交渉自分、交渉ごとを議論の課題として自分っていうのをそこにつけないようにするんで。ああ、わかりました、まあ、そういう意味です。はい、こういう方法でいきます、ね、ここを制度変更します。犯人は誰か、それは興味があるんですか。そう、今ちょっとね、犯人探しって言葉じゃない、人間の探しだと思うよ。犯人を探したい、すごく根深いです。かっこいい言い方をすると、原因は何だみたいなね。で、原因が見つかれば変えられるとか改善できるとかっていう発想があるので、探すんですよ。私今ね、あ、保険があと2分か。もう喋ったりになったな。ちょっと探して。孫はもう4人いるんですよ。ね、で、孫の友達も小学校なんだけど、お友達が我が家に遊びに来た時に、その男の子がね、お友達、孫じゃなくて男の子が、なんか、うちのどこかで、なんか、鉢植えが割れてたのかな、その子が何言ったの、誰がやったの、ね、これ、誰がやったの、犯人は誰、誰も聞いてないよ、誰も聞いてないのに、その、犯人探しの発想が出てくるんですよ。多分ね、小学校という文化風土の組織の中では、
誰が何をやったのでどうこうしないといけないっていう割と直線型の論理構造で説明をすることが多いんだと思うんだ。でそれを逆さの向きに回すと誰がこれをやって犯人はどれなのでそれをまあちょっと悪く言うと除去すれば幸せな世界になるっていうそういう発想がねすごく人間は多い大きい、ね、気づかないと思ってやってる自分で気づいてもいいと思う。はい、お分かりました。グループワークの時にも少し話したんですけど、ちょっとあんまりその倫理的には微妙だなと思っていたんですが、今出たのでちょっと説明させていただくと、社内で悪役を仕立てて、その人に全て罪をかぶせるっていうやり方もあったなと思ってますと。で、その代わり事前にその方とは合意形成をして、まあ、退職金を高くするであったりとかして、最後は去ってもらう。そこまで追い込み済みでミッションを与えるっていう手もあるなと思ってます。事実は、何人も友達から聞いた。ナンバー2の仕事、ドローか。ナンバー2は悪役に、その時にナンバー1が、このように拾ってやる。不幸な人生、あ、要するにちょっと金銭的に不自由な思いをさせないからその後でね、みたいなことを言われたっていう友達もいるし言ったっていう上側の人も、もう他の年数になるとその場面ってもういくらでもケースにかけるぐらいあって、先生これケースにしましょうよって卒業生が来ます。そういうふうにしてケースができてるっていう予定だな。ちょっとこれ止めよう。皆さんさっきちょっと触れたけど、皆さんの今の職位、まあ、ミドル的な職位で全社改革を全面に自分が担うっていうことはないです。一部に加わるっていうことはもちろんあると思います。でも今日はその全面にその責任を負ったら何を動かすっていうスコープを大学中に持たせたいっていうのが私の授業の狙いで、できるだけ広げてこういう要因があってこういう会社でこうやってっていうのをまあ頭の中に、持ってもらえれば。午後はですね、スキル的なテクニカルな、もうちょっと口汚くなって言うと人を言うことを聞かせて動かす部分に焦点を当てる。組織を動かすといったときに働いている人たちの、まあ、マインドを変えないといけないんだよね。マインドを変えるっていう変えるの部分を操作するという言葉に置き換えるとカタカナ用語ではマインドコントロールという、そのマインドコントロールのテクニックは歴史が古いんです、ね。私の分野では1950年ぐらいから50年古いうちに入るのがもう実は私にとっては、ね、みんなそれが大昔だと思うんです。50年頃から研究されているマインドコントロールのテクニック、それを悪用する人たちがいます。内藤閣は書いてある。もう一方は振り込み会議